門中をダブルクリックして編集状態にします。天馬をクリックします。笠木の断面を書きます。赤い線に沿って24、青い線に沿って50、赤い線に沿って12、青い線に沿って150、赤い線に沿って12。書き終わると面が閉じます。次にフォローミーツールをクリックします。笠木ができました。余分な線を消します。同じように葉書きも書きます。プッシュプルツールで伸ばします。同じように門袖壁の笠木も描きます。